13.6 変わってない、今日2月11日バルクアップ計画始めてから10日だね。で今日の第1食目、これはシュリンプパスタだね。ともちろんこの間少し話したファイバー、グレイズ、ボンブレス、この3つでまずこれから1日を始めて、でサプリメントを取って、で大正麺を食べると。ではスタートしましょう。これが2回目のチェックインの2食目、ターキーだね。ターキーのひき肉とブラウンライス、これが第2回目の第チェックイン第2食目いただきます。今トレーニング終わって帰ってきて、これが第3食目、ポストワークアウトミール。これがカシューチキン、美味しそう。ともちろんトレーニングあんこ、いただきます。今日の4食目、3食目と同じカシューチキン、これが一番うまいかも今の食べてる中で。ではいただきます。そしてこれが本日最後の5食目、そう、今日から1食増やして1日5食、もちろん1日の最後にまたこれを取る、ファイバー、ボンブルス、グレイズとサプリメント。では最後の食事いただきます。What's up guys? Welcome to Big Hide Channel. ということで、今日は第2回目のヒデバルクアップ計画のチェックインということで、体重も測ってポージングもして、で前回はトレーニング前、プリ、トレーニング中イントラ、トレーニング後ポストのサプリメント紹介したんだけれども、今日は毎日取ってる健康を維持する、体の機能を正常に保つ、そういった働きをするサプリメントを紹介したいと。まずはこの3つ、違うエピソードでも紹介したんだけれども、消化吸収を司るファイバー、グレイズとボンブロスと、まあ、この3つは、ね、別のエピソードで紹介したので、まあ、ここでは、まあ、説明はしないんだけれども、でこっちのピル類、まあ、カプセル、ピル、タブレット、まあ、いろんな言い方あると思うんだけれども、はこのビッグイデチャンネルを見てる人なら何かが見たことのあるこのサプリケース、実はこれサプリケース、サプリメント用じゃなくて、これは釣り具の、まあ、スポーツ店で買った釣り具入れなんだけれども、まあ、これ18マスあるので、まあ、9回の朝サプリメント、9回の夜サプリメントを入れて、まあ、簡単なので1回1回ボトル開けて、まあ、ビールを数えなくていいので、まあ、こういう簡単なのもあると。でこっちの端から紹介していくと、まずこれアナバイト、ギャスパリの人気、まあ、はベストセラーの一つだね。これさえ取ってれば他のマルチビタミンは、他のビタミン類はビタミンミネラルはいらないよというぐらい優れたマルチビタミンミネラルで、ビタミンミネラルだけじゃなくてカルニチンとベタラニンも取れると。朝3タブレット、夜3タブレット、1日6タブレット取ると、ね、で次これがオメガ3、必須脂肪酸だね。必須アミノ酸、必須というぐらいなので体が自分で作り出せないので、食べ物、サプリメントから取らなくちゃいけないものは必須なんだけれども、まあ、脂肪の中でもこの必須脂肪酸は食べ物、サプリメントから取らなければいけないということで、減量中特にね、脂質を、まあ、極限までカットしていると思うんだけれども、その時でもオメガ3は必ずサプリメントとして取る必要があると。でオフシーズンもね、
皮質脂肪酸によって正常な代謝が維持されるので年間を通して朝晩1カプセルずつ取ると、ね、でこれプルブンジョイントで、さっき紹介したボーンブロス、これはコラーゲンなんだけどもと同じく関節守るサプリメントは年間を通して取る必要がある。これは今日は取ったので明日効くというものじゃなくて、年間を通して、ずっと取る必要があると。でプルブンジョイントで関節靭帯、そういった、まあ、硬い組織はね、筋肉みたいな軟部組織に比べて回復が遅いんだね。というのは筋肉には毛細血管がいっぱい通ってて栄養が運ばれやすいんだけれども、まあ、関節靭帯などは毛細血管の、まあ、分布が少ないので、まあ、普段から強化しておく必要あり。で次これがビタミン D3K2 の、まあ、配合されたものなんだけども、アウィナチュラス、まあ、さっきアナバイトを取ってれば他のビタミンミネラル類はいりませんよと言ったんだけれども、まあ、血液検査の結果年に2回は、前回はオリンピアの後のモンスタージンプロの後に血液検査したんだけれども、毎回ビタミン D が少ないと出るので自分の場合は必ずサプリメント。ビタミン D と K っていうのはこれは骨の組成に必要なサプリメントで、ビタミン D は特に日光に当たって活性化される。まあ、ラスベガスで日光の量は、まあ、日光のというか天気はいいんだけれども年間を通してなぜかビタミン D が足りないのでサプリメントから摂取してます。でビタミン K と一緒に取る理由は、ビタミン D と K は、協力して骨の生成に、関わるので、ビタミン D を取る場合は K も一緒に取った方がいい。で次 NAC、 NAC ね、これはアンタイオキシダント、抗酸化、ボディビルダー問わずスポーツ選手で一般の人も実はね必要で、抗酸化物質、ストレスから来る酸化物質を、まあ、撃退すると、非常に大事な老化防止、重要なサプリメント。で次に来るこの2つ ALA とクロメンピコリネート、この2つは血糖を安定することに働くサプリメントで、特に炭水化物のお食事と一緒に摂る。自分の場合は朝とトレーニング後に2カプセルずつ摂るね。でこれが GMA ジンク、亜鉛、マグネシウム、ビタミン B6 のコンビネーションなんだけれども、これは眠りの質を高めるサプリメント、まあ、眠くするサプリメントじゃないんだけれども、寝た後に睡眠を深くして回復を促すのを助けるサプリメント、寝る前に3カプセル。で次こっちがハート、でこっちがリバー、まあ、心臓、肝臓、この2つの臓器は特に、大事にしたい。まず肝臓だけれども、全ての栄養素、口から取ったものは全部肝臓を通して体に行き渡っていくので、肝臓に何か不都合があると栄養が体に行き渡らないと、イコール筋肉の発達もないということで、非常に大事な臓器。心臓、ね、心臓が止まったら死んじゃう、非常に大事な臓器。プラスこれは心臓の他にもさまざま臓器の正常な働きを助けるサプリメント。でこう両方1日3カプセル、まあ、朝昼晩1カプセルずつ取ってもいいし、朝2カプセル、1カプセルとかね、とにかく朝晩1日を通して3カプセル両方取ると。この1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個、このサプリメントを毎日ここに入れて取ってると。前回紹介したプリ、イントラ、ポストはどっちかというとパフォーマンスを上げたり筋肉を直接筋肉を発達させるのを助けるサプリメントだけれども、これはその基本となる健康維持増進だね。体が健康じゃないと筋肉もつかないよということで、その基本を助けるサプリメント以上ね。これらのサプリメント、まあこれはアメリカ製なんだけれども、
日本で欲しいという人はbodycafe.com で日本に直送します。ビッグヒデチャンネルサブスクライブよろしくね。では今回はこれまで。